はい、こんにちは、コムさんです。我慢できずに今回もこっちイタリア日産 R92CP です。はい、次はね、あのマクラーレンか、カルソニックが来るかとね、予想された方もいてないかな、うん、まあまあね、いいです、我慢できずにこっちです、続けてね。はい、オープニングの方でね、タイヤの、マークと、フロントガラスね、フロントガラスのデカールを貼るということで やりましたけどもね、こんな感じで仕上がってます。タイヤマークね、非常にいい感じですね。もうこれでいいと思います。いい感じでね、貼れてるんで、うん、あんまりこう派手でもなく、いい感じでね、できてますな。派手か、派手ですね。ボテンザ派手だなブリヂストーン。はい、そんな感じで、まあ、できましたね。これ置いておきます。で、今日はね、何をやっていくかというと、まあ、続きですね、組み立てていきます。センターカウルはこんな感じでできたので、次ね、ちょっとこちらに避けといてもらおうかな。あ、前回あのエキゾースパイプつけたのかな、つけましたよね。こんな感じついてますっていうことでね。で、ここら辺がね、もうちょっとあのうまくね、受けたらよかったんやけどっていうところでしょうか。はい、あ、やっぱり溶剤流そうかな。あの銀のテープね、銀のテープ溶剤流してきれいにつくんですよ。はい、まあ皆さんやる場合はテストしてくださいね。コムさんもテスト終了してるんで。はい、そしたら、フロントを組んでいこうと思いますが、まあアミですけど、アミは後にしよう。まずね、何からいこうか。このパーツですね、このパーツあったんです。これがね、多分というか、もうね、ほぼほぼこれは合わせ目消しした方がいいパーツだと思われますが、コムさんこれつけてません。まあ、見えないだろうということでね、つけなかったんですけど、ここのパーツですね。これはなんで後付けなのかな。ここはメッシュないんで、ここね、これはめるとこがあるんですよ、こうやって。あ、この長さがこっちにあれかな、出せないから、この長さをこっちに出せないから、これは後でつけて、この深みを出すという感じのパーツなんでしょうか。で、ここは合わせ目消しすればええというやつかな。うん、コムさん合わせ目消ししなかったんです、実はね。うん、ただ、まあまあ目立たないんで、よしとしましょうかね。はい、ちょっとこう、乱さないようにしっかりとね、うまい具合に接着していきたいと思いますが。無理でない程度にギューッとつけると、ほとんどわからなくなりますね。まあ、合わせ目消しするに越したことはないと思うんですけど、うん、こんな感じね、いいんじゃないかな。こんな感じですね、ほとんど分かんないですね。はい、よしとしましょう。そしたら、はい、そしたらね、フロントの、パーツね、ライトからまずつけていこうかなと思います。ちょっとほこりはたいておきましょうかね。はい、そしたらこれが上向きがあるんで、こっちかな。こうですね。で、これが、これですね。こうですね。はい、あ、そうです。で、もうこれね、流し込みでいきますので、っていうか決まってないみたいに見えるんですけどね、実はこの模様があってね、向きが決まってるんですよね。おお、いい感じだね。あの黒い、さっき映ってたかな、あの黒いだけのね、ところに、まあ、あれはあれでいい感じだったんだけど、ライトがつくってね、なんか命が吹き込まれていくような。はい、そしたらね、穴開けていきます。ここね、2箇所。はい、そしたらこのパーツね、つけていきます。
ちょっとねこう押さえといて下からね行きましょうか。ちょんちょんってつけながらね、ほとんどいい感じで見れてないんですよね。いい感じで見れてない。何がいい感じか分かりませんけども、ちょんちょんとつけてシューッと引いていく感じかな。液体の状態の時にね動いてても別に問題ないんですけど、無乳になって出てきちゃうと取りにくいしね、乾いたら見えちゃうんでね、液体やったらね出入りして最終的には引っ込んでくれるんで、無乳だけは出さないように。はい、こんな感じどうでしょうか。かっこいいですね。はい、そしたらもう一つまだあるんです。これ問題、これの方が問題じゃないかな。S6 は一緒やね。これはね、ちっちゃいからピンセットでピンってやると悲惨なことになりそう。うん、これ先やったね。順番的にこれ行って、これ行って、これが正解かわかんないね。うん。溝みたいになってないんですね。 L 型の引き込みがあるだけでかつたまらないっていう。こうかな。はい、こんな感じでしょう。いいんじゃないかな。あとちょっと流し込みをねちょいってやっておきます。こんな感じね、つきました。かっこいいな、やっぱりつくと。よいしょ。はい、次ね行きましょう。はい、ね、ここの断面ね、黒塗りました。光入るので塗りました。そして、これね、今からここにねちっちゃいね、あのリベットのモールドがありまして、それに黒を塗っていく。ちょっとこれさらにねちょっとちょいちょいと取ります。ちょいと取ってスマイル先端ね、ちょんちょんに削ってます。あとはコムさんの集中力次第。集中力と、エナメルの塗料の乾き次第ね。エナメル塗料なんでね、失敗しても拭き取れるので、非常に見えにくいんです。これなんかあの白い紙でもね、裏側に貼っとけば見えやすいんでしょうけどね。
これはね適当にちょんちょんと適当にというかねちょんちょんとこうつけていけばええかなっていうふうに思ってたんですけど、ここにねこういうモールドが粒のモールドがあるんでね、やっぱりそれに塗らなあかんということになるんで、はい、塗らなあかんというかね塗りたいじゃないですかやっぱり。断面塗ったんでほとんどこのね部分見えないんですけどね、黒く塗っても見えないっていうか見えにくいところがあるんですけど、見えるところはしっかり見えるんで、ちょっとドットつけて作るつけるにはちっちゃいんですよね。ついたかな、はい、つきましたね。わかるかな、はい、はい、そしたらクリアパーツねつけていきたいと思いますが、GP クリアのね持ち手 GP クリアのここにね塊できるんです。それをね束ねてこんな感じでね、持ち手にします。ペタッとね結構くっついてくれるんで、結構くっついてしかもねすぐ取れるっていうね。これでここの縁に塗ってもいいんですけど、こっちに塗っていきます。ちょんとねつけました。はい、ね、そしたら次ね、細くねつけていきます。で、切れそうになったらねちょんとつければまた糸が復活してくれるんで、こうね折り曲げながら。ちょっと埃おるんだこれ、埃どっちにおるんだこれ、あ取れたね。でまたねここから切れたら、まあ切れたとこからまたこう続ければいいんで、はい、そしたらねつけていきます。ちょっとねつけました。そしてちょっとね指定の位置っていうのかな、キュッ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 ってねいつものようにこう押さえていく。こっちもねキュッキュッキュッと押さえていく、キュッと。で汚れを拭き取ります。あんまりゴシゴシやっちゃうとね傷ついちゃうんで優しくね、感じで、はい、つきました。顔かっこいいね。やっぱりこういうのつくとねかっこいいですよね。綺麗な感じがします。はい、そしたらちょっとねティッシュ引いて、まだまだねあるんですよね、あのパーツが、うん、まだまだあるんでなかなか進まないです。はい、今日でね完成までいくんかなとかね、今日で完成動画までいくんかなとか思うんですけど、やっぱりちょっと無理っぽいですね。
な感じ。はい、こんな感じね、つきましたメッシュ。はい、そしたら、アンダーパネルね、つけていきます。これがね、ちょっとこう塗装した塗装がね、乗ってる加減もあって、ちょっとつけにくいっていうか、つきにくいっていうかね。これでつけていきましょう。はい、そしたらここをねつけていきます。ぬにゅ出ないようにね。はい、アンダーパネルねつきましたので、こんな感じでねつきましたので、これいきます。秀光のね、これはね、あのタミヤセメントと速乾性のやつを混ぜたやつね。これでいきます。流し込みいこうと思ったらね、ちょっとここ持ち手がないというかね、持てないんで、多分接着するときにね、コトンと倒れてしまいそうなんでね、こんな感じかな。全然映ってる。これですね。出ました。そしたら反対側ね、これ結構ゆるゆるでついてるんですよね。で、こっちもここね、外につかないように。ちょいちょいってね。やって、これで固まったら、流し込みね、ちょっと流し込むという感じ。はい、こんな感じね、つきました。まあ、左右対称ぐらいでね、斜め見ときましょうか。はい、次ね、カナードつけていきます。これはあれでいきますね、 GP クリアで。で、GP クリアで行くんですけど、 GP クリアで行っといて、最終的には流し込みね、よし、このままかな。で、これこっちやな、向きがね、こんなもんでしょうか。もうちょっと上やな。 GP クリアは取れますので、ここかな、もうちょっと上か。結構上なんやな全然違う位置になっちゃうかもしれないな。
と前面の前面のこれね、こんなもん、ちょっと下のこんなもんね。よし、そしたらこうキュッとつけて、はい、で、GP クリアをね取っていく。結構ずれちゃいましたね。これも最初の、大体最初の1のとこら辺に GP クリアをつけとく方が正解かもしれないね。この本体につけちゃうとずらさなあかんことになるんでね。ただこれ GP クリアはこうやってねお団子になって取れていくんでね、こうやって次々とね取っていってくれるんで、こんなもんでしょうかね。着きました。こっち側できたら見てもらおうかな。はい、こんな感じね。かっこいいね、やっぱりね、着くと。はい、反対側行きましょうか。でもこれ1ね、ここだっていうところだ、バッチリ分かればね、仮止めで印しとけばいいんですけど、この辺だなっていうところずれたらね、全然違うんで、もうこっち着けます。少なめにつけておきます今回はね。つかない。よし、そしてだいたいの位置分かってるからね、こんなもんでしょう。前面のちょっと下のこれな。よし、これで一発できましたね、今度は。よいしょ、いいんじゃないかな。ちょっとね、ここら辺が爪甘かったかな。もうちょっとね、きっちりと削っとけばよかったんじゃないかなっていうところかな。うん、いいんじゃないでしょうかね。ここ網あって、金戸で、で入れ水ちょっと立っててね、入れ水ちょっと低いかもしれないですけどね、ですけどね、これはこれもこんなもんやな。出光ちょっと低いかもしれない。こんなもんかな。こんなもんですね。はい、OK。 はい、ということで、次、はい、そしたらリアカウルですが、やっていきます。このパーツまずねつけていきます。今日はちょっと映ってない場面が多かったか、多いかもしれないですね。で、ここ。キュッとね。もつけておこうか。よいしょ。で、
れです、あのコンパウンドね、下下とね、で、非常に立て付けはいいですね、うん、バッチリ合ってくるんでね。ただね、この辺りがずれてると、あの他がね変な感じになっちゃうんで、ここはしっかりと、ね、合わせておきたいと思います。そして、これがこっちかな、こうですね、ここがもうちょっと出てほしいな、これでいっぱいかな、もうひたすら持ってるだけなんでね、このシーンはいいかな、はい、いいと思われます。よし、そしたら次ね、いい感じですね、はい、次こっち取って、で、こうやな、こうですね、こうですよというとこやけどね、ちょっと手が逆、どうしようかな、あ、これでいいか、こうね、押さえて、そしてここ、はい、こんな感じでね、できましたので、次ね、いい感じですよね、これだけ見てても、はい、いい感じ、非常にいい感じだと思います、これね、はい、で、このパーツね、これつきます、ここですね、こっ
これもこの裏側ちょっとね最後にも塗りたいかな。ちょんちょんとつけて、でいい感じにこうギュッとね押さえ込んでいく。ギュッと押さえたらね出てくるんで。こんな感じですね、はい、そしたら次、いよいよ、これか、これがね、ここね、うわお、かっこいい。これ流し込みで入れてね、ちょっと色剥げたりすると嫌やな。タミヤセメントでいった方がいいかな。いけましたね。で、ここね、でこっち、うわかっこええ、これはかっこええわ。よいしょ、めっちゃかっこええやんか。おお、かっこいい。はい、このパーツね、つけていきます。ここに、こうですね。これはつら位置でええんやろな。ちょっとへっこましてる方が感じええのかな。あ、やっぱりつら位置か。つら位置やな。よし。あまりドバッといくと、胸出てきちゃうんで、胸出ちゃうとね、見た目変やからね、触らないね、出たらね。よし、こんな感じですね。かっこいいですね。よし、そしたら、はい、リアカウルは終わりましたね。ウィング。今日はほんまにね、最後までいけないですね。残念ですが。よいしょ。どの道ね、組み立ててもね、最後のやつができないんでね。よいしょ。これを。大体この、ね、ウイングつけるのがね大仕事になっちゃうんですよね。これはコンパウンド、こうやな、こうですね、こうですよと。つけた方がいいね。これつけてブリヂストンを入れるみたいな。これこうやって挟み込んでね接着する方非常に多いですね。コムさんが大概こんな感じです。
よし、こんな感じですね。かっこいい。はい、ちょっと塊待ちします。ブリヂストンね、ブリヂストン、リアウィングのね、つけていきます。フラッ、うわ、これ折れる折れる。よし、こんな、こういう、こういう感じね。はいはい、ちょっと興奮状態ですよ。興奮状態ですよ今も。こんなんねやってたら興奮せえへんはずがないよね。よいしょ。で、ギュッと押さえる。流し込み入れたらねギュッと入ってくれるんでね。感じで、うわ、キラーンってかっこいいね。キラーンってね。ちょっとムニュ出てもね、後で削ります、固まってからね。隙間空いてる方が嫌やからね。なのかな。うわー、かっこいいね。見えますかね。かっこいい、かっこいい。はい、そしたらこれつけていきます。つけていきましょう。塗装で厚みが出ちゃってんのか、それともこれがカツカツなのか。あー、痛い痛い痛い。よいしょ。これがね、どのあたりがね一番ベストなのか、ちょっと見てみましょう。まあ、やっぱりそういうことか。下合わしたいしね、上も合わしたいしっていうとこですよね。うわ、かっこいい。接着しよう、接着しよう。これは内側から。はい、もう興奮してます。ほんまに興奮してます。マジで興奮してますよ。興奮してるけど冷静を装っているというか、今やったら 何の失敗してもおかしくないぐらいの状態です。はい、もう今日はこれで触らない。スラブでね。で、やって、ね、次の日見てちょっとずれてるなってなるんですよね、こういうのって。よし。OK じゃないかな。あと水平見とこう。OK。もうちょっといいな。OK か。正直なもんですね。ここが空いてるんですね。ギュッと入れたらここ来るんですよ。はい、来ました。こっちはついてるね。はい、どうでしょうか。リアカウル、うわ、かっこいい。リアカウルだけで十分かっこいいな。はい、残念です。今日はねこれで終わっときたいと思います。まだねやることあるんですよ。これね、デカールでしょ、でミラーでしょ、これね、で、まだあるんですよ、まだ。はい、終わりますけども、ちょっとやっときたいことがある、ちょっとやっときたいことがある。やりましょうか。時間大丈夫なのかな。すごいオーバーしてるんじゃないかな。これ編集可能かな。はい、リアカールね、はめますよね。当然はめましょう。お、はまんのかな。これ結構厳しそう、結構厳しそう。ちょっと厳しそうやな。何が厳しいんやろ、どう厳しいんかな。ああ、はいはい、よっしゃ。
入りました。で、中央のねセンターカウル合わせて、おいいね、立て付けバッチリじゃないかなこれは。あ、ちょっとここ待って待って、はいはい、あいいね、どうでしょうか、映ってない、バッチリですよね、ここバッチリ、こんなツルツルバッチリ合うなんてね、すごいなこれ。え、ここもちょっとこう入れたら、ほら、ね、今ずれてるように思ったけど、入れたらここバッチリってね、うわーかっこいいな、完璧に合ってるね。これ隙間空いてへんか、大丈夫、はい、うわこれ完成したかったな今日。ちょっとフロントカウルもはめようか。フロントカウルはね、これ下ね、ここ入れやなあかんのですよね、ここにね、こうか、これ入れんのむずいな、これね、完成の、あ、怖いな、あ、入った入った、完成のね、予行演習ですね、これ、あ、入った、わー、かっこいい、うわー、やっぱかっこいいわあかんあかん、これは完成させたい、はい、でも我慢する、はい、まだね、いっぱいやることあるんで、はい、今日はね、これで終わっておきたいと思います、はい、大変長時間ね、ご視聴ありがとうございました。次回また頑張っていきますのでよろしくお願いします。で、コムさんのね、チャンネル登録どしどしよろしくお願いしますよ。で、あとね、応援メッセージ、いいねとね、ご意見ご感想ね、よろしくお願いします。おー、かっこええやん、めっちゃかっこええやん、これちゃんと映らんやんね、入らんね、おっきいねこれ、はい、こんな感じね、バラーンってばらけそう、なんかかっこいい、これもこのまま飾っとけるね、オープンも何も接着しなくてもね、はい、タイヤもつけたいところですが今日はねやめときます、はい、ということで、イタリア日産 R92CB でした。お送りしたのはコムさんでしたね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、次回お会いしましょう、さよなら。